ゴーカーチャンネル。かなちゃんの方でなんか YouTube やるんですって。そうなんです、うん、実は、うん、私が所属してますミニチクサの YouTube が配信されますので、はい、でそれはこれが非常にややこしくてですね、ゴーカーチャンネルとは全く別なんですが、ホワイトハウスのミニの YouTube チャンネルっていうのを作るんですね。そうなんです。それが名前が決まってるんですか？決まってません。決まってないんですよ、今この時点で。で、決まってないのに今日はその撮影に来てるんです。その撮影に来て、はい、今これはついでにゴーカーチャンネルを撮ってるだけなんです。で、決まってないのに、その YouTube のチャンネルの宣伝をしなきゃいけないのに、チャンネルの名前が決まってないっていうことで、これは困ったもんなんですが、そうなんです。どういうチャンネルにしていく予定なんですか？一応、これちょっとですね、ミニチクサが第1回なだけで、ホワイトハウスのミニの他のお店も一緒にアップしていくチャンネルですよね。そうです。1ヶ月に1回、うん、各店舗ごとに配信されますので、うん、第1回6月がミニチクサ、うん、ミニチクサ、はい、そのお店の紹介をやっていくわけですね。そうですね、主にお店の内容をお伝えしたい、うんうんうん、いきます。でもそこはかなちゃんがメインでいろいろ登場して喋るわけですか？そうですね、喋、うん、ることもあったりなかったりなかったり、はい、と、まあ、他のスタッフと、うん、まあ、ミニのちくさっていうのはね、かなりなんていうの、街中というか都心部にあるもんですから、店の位置が分かりにくいとかね、はい、駐車場がよく分からないっていう声が多いんだそうで、それを分かりやすくするような説明の動画とかをするそうですけれども、はい、車の紹介とかもやるんですかね？車の紹介は、うん、たまにあるかもしれないですけど、うんうん、基本的にはお店の、うん、お店とかスタッフね、はい、スタッフ、それをアピールする、はい、いう動画をそのうち配信するようですから、またこのゴーカーチャンネルでも宣伝はしようと思ってますけど、ありがとうございます。いかんせんチャンネル名が決まってなければ宣伝のしようがないんでね。そうなんです、まあ、また後でテロップかなんか入れときますよ。はい、お願いいたします。そうしたいと思います。いやでもね、まあ、ミニの話といえば、まあ、もうしちゃっていいと思うんですけれども、ミニの名古屋名東っていうのがリニューアルオープンしますよね。はい、はい、そうなんです。これいつオープンするんですか？7月の末、うん、7月末、はい、で、今は一応あれミニの名古屋名東とか言いながら長久手市に、はい、名東店があるんですけれども、そこから位置が変わりまして、はい、位置変わります。なんていうところになるんでしたっけ、あれは名古屋の、名東区の一社です。一社っていうところになるんですね。でそこで、日本でもかなり大きいサイズというか大きい規模の、はい、お店が出来上がるんだそうですね。できますね。もうすごい大きくなります。ちょっと外観を、昨日あ見ました。はい、ちらっと見て、うん、だいぶこう外観だけはできてきてて、はい、見たんですけどかなり大きいです。あ、そうですか、はい。何階建てなのかな。一応2階建てで、あと屋上がつくっていうふうには聞いてますね。ね、ミニは車は、まあ、最近のミニは今乗ってる車みたいに大きいミニもあるんだけれども、うん、随分ね、立派なお店で、小さい車の割には。そうなんです。ちょっとラウンジもできるみたいで。ラウンジもできますか、はい、楽しみですね、はい。でもかなちゃんはちくさなのね。私はちくさですね、ね、はい、でもこのゴーカーチャンネルに出てくださって、反響があったようで、ありがとうございます、ね。かなちゃんをゴーカーチャンネル見ましたよっていう方がいらっしゃったりだとか。そうです ね、ありがたいことにあったそうですし、はい、コメントもね、いろいろたくさん来てましたよ。はい、拝見させていただいて、ファンの方が増えそうですから。はい、今後楽しみにしてますけどもね。ミニのちくさでは、まあ、その店舗紹介動画を見ていただければいいと思うんですけれども、なんか名物があるそうで。そうなんです、全員でお客様をお見送りするというちくさ名物が
ございます。すごいですね。そうなんです。横断歩道じゃない、歩道のところに、スタッフで埋もれちゃうんじゃないかっていうぐらいの行列ができるそうですね。そうですね、うん、はい、それをまた後で撮影しようとしてるんですけど、はい、まあ、そんなのがあったり、ちくさはちくさならではのね魅力があると思いますから、まあ、かなちゃんはミニのちくさでいろいろそれまたアピールしていてください。はい、ありがとうございます。今全然また話、車の話に戻りますけど、はい、あのアメリカでね、はい、ミニを借りた時に、アメリカってハワイか、はい、ハワイで車を借りた時にね、メーターはマイル表示なんですよ、はい、でもマイル表示だと、そうなんです、そう、分かんないでしょ、分かりにくくて、そう、でもね、設定でね、キロメーターに変えることができて、そのインフォメーションディスプレイはね、キロメーターにすることができたの。できたんですね。できたの。だからね、よかった。マスタングはできなかったです。あれ、マスタングはできない、あれだってアメリカの車だもん。ね、今日本に入れてないしね。そうなんです。そう、だからね、すごいその点、こうグローバルにできててよかったなと思ったんです。で、もちろんこの中央のディスプレイに関しても、もうほぼ日本と同じ感じなんですが、ここはね、言語のランゲージっていう項目があって、いろいろ変えれそうだったんですが、日本語はありませんでした。これはあります。あるのかな。はい、設定で。設定で変えれます。どれでかね、これだって。車両設定かな。違う、ね、これ探すのが大変なんだよね。あ、言語あった。はい、うん、日本語。あ、これは、ね、逆に日本語と英語しかないんです。あれ、アメリカのやつは何語があったかな、ちょっと忘れちゃいましたけれども、なんか国語があったんですか。うん、ありました、ありました。5、6あったよね、プロデューサーの人ね。うん、話聞いてないけども、うん、そう、これさっきなんかあったけど、あれは何、あれどれだったんだろう、さっき、あ、ミニカントリータイマーって何これ。あ、オフロードで走った状態とか、あれの、コンバージブルのオープンみたいなやつね。オープンにしたら何分走りましたかとかいうようなやつの、あれね。よくわかってないね、かなちゃん、これ。そうですね。じゃ、初めて見た。初めて見たわ、これ、はい。ちょっとびっくりしますよ。なんだろう、そのハートマークが70とかドキドキマークがあるんだけど、なんだろう、心拍数、これ私の心拍数とかですか。いや、違います。そんな分かったら大変だよ。ここでなんか感じてるのかなと思って。違いますね、いろいろありますね。あ、こういう風になってんだね。まあまあ、そんな感じで、はい、いろいろ回ってきましたが、今これどこ走ってるか分かりませんが、これがですね、東別院ですね、って言われてもよく分からないまあまあ、ね、都会で乗っても乗りやすい。なんかミニのクロスオーバーの話あんまりしてないけど、やっぱディーゼルはいいんですか。ディーゼルいいです、うん、やっぱりこう街中だとやっぱり、うん、まあ、ちょこちょこになっちゃうので、はい、あれなんですけど、うん、やっぱり長距離乗るときとか、うん、直線距離とか、さっき言ってたのは、うん、やっぱアクセルをそれほど踏まなくても大きいトルクが出るので、そうですね、楽っていう風な話してましたよね、はい、そこがやっぱ大きいですよね。大きいですね。うん、なんか直線距離があった道路があったら、うん、ああ、ね、加速でね、グイグイとね、うん、いうところも魅力的ですよね。これも自動ブレーキついてるの。あ、ついてますね。歩行者検知もしてるし、はい、検知してます。これは ACC はついて、あ、ついてますね、はい、ACC ついてます。アクティブクルーズコントロールね、はい、ここですね、うん、もうでもね、ディーゼルとね、ディーゼルだったらもうアクティブクルーズコントロールはぜひ欲しいところ で、ね、ロングドライブではもうぜひ欲しいですし、こんなに相性のいいものないですしね。そうですね、これ使った方が燃費がいいです。いいです。賢い、はい、車賢いから。そうなんです、うんうん、そのあたりは本当に私も思いましたね。そうですね、うん、もうこれは私も必須ですね。もう絶対欲しいよね。もうなきゃ長距離は乗れない。今ミニのコンバージブルとかにもこれつくんですか。つきますね。あ、そうかそうか、はい、うん、じゃあいいや。いや、私ね、ほんとこの間ね、ハワイでね、コンバーチブルを借りましてね、はい、ちょっとメインカーにはできないんだけど、いつか、まあ、セカンドカーが持てるような状態になったらね、うん、欲しいなと思ってるんですよ。そうですね、ぜひ。まあ、前ね、かなちゃんと一緒に、えらい寒い時に乗りましたけど、そうですね、すごく寒かったイメージが。今回はハワイでちょうどいい気候で乗れましたんで ね、 そうですね、その良さをさらに感じました。今、ここ直線ですから。ちょっとここは、これでも私本当にグイグイ加速してますね。もう全然踏んでないです、うん、でもそ
速度はどんどん上がっていって、そうですね、でそんなにアクセルを踏んでないもんだからエンジンの回転も上がらないから音も静かなんですよね。そうなんです、今エンジン回転どれぐらい回ってるんですか。今1000ちょっと今60キロぐらいで1000回転ちょっとだったら、ね、これは音静かですよね。そうですね、うん、ほんでディスプレイはこれはタッチパネルでいけるパターンですね、はい、あそのあたりはすごくやっぱ便利ですね。あとはまあいろいろ、まあもう随分前もご紹介したんであれですが、あここはこんな2段に、ね、なってるんですね。うん、なんか模様がありますね、ここにこういう。そうですね、あ滑り止めになってんだこれ。これ知ってた？はい知ってました。本当？ここも滑り止めになってる、これ全部。そうですね、うん、これあの柄が一緒っていうのを分かってたんですけど、ね、うん、それ滑り止めの柄なのじゃないかな、よく分かんないけど、まあそういういい加減なレポートをしております。あなんか時計に変わりましたね。これ多分なんかスリープモードみたいになってます。あそんなんもできるんですか、はい、なるほどね、はい。じゃあまあミニのクロスオーバーの話はまあこんなところで、はい、まあ今後かなちゃんはそのもう一つの YouTube チャンネル、名前が決まってませんが、はい、そちらをどんどんやっていくかと思いますから、そちらも登場しますので、ぜひお楽しみに、はい、ミニはねなかなかね新しいモデルが出ないんでね、もっと豪華チャンネルに出てほしいんですけどね、まあまた何か新しい車があったら、はい、出てください。はい、ぜひ、はい、じゃあ今日はこんなところですね、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ミニのクロスオーバークーパー D、はい、オール4、はい、名前が難しいんですが、難しいです、これの試乗をしてまいりました、はい、試乗してまいりましたというか、はい、かなちゃんに乗ってもらっていろいろ教えてもらいましたけれども、やっぱりねあのディーゼルエンジンの大きいトルクっていうのは、はい、私もすごく魅力的に感じてますし、うん、何よりこのクロスオーバーはかなちゃん曰く長距離が疲れにくいし、はい、長距離乗るのがおすすめという話ですね。おすすめです、はい、着座点が高いから見晴らしがいい、さらにはディーゼルエンジン、さらにこれは ACC もついてましたからね、はい、そうですね、そのあたりで、とてもロングドライブも快適にこなす1台と、もうこれはファミリーカーとしてうってつけですか。はい、うってつけです、うん、もうファミリーの方でも、うん、まあ、お二人とかでも、うん、荷物が多い方でも、はい、トランクも広いので、トランクもやっぱかなり広いですもんね。広いです、うん、はい、そのあたりをぜひ見ていただきたいと思います、はい、まあ、かなちゃんに会いたい方はミニちくさ、それ以外にも、ホワイトハウスにやっているミニのディーラーはあちこちにあります。全部言えます、はい、全店舗、はいはい、まずはミニ名古屋名東、はいはい、ミニちくさ、はい、あとミニ岡崎、はい、ミニ刈谷、はいはい、あとはネクスト拠点として、うん、ミニネクスト名東が長久手にあります、うん、はい、で岡崎にもミニネクスト岡崎がございます、うん、はい、ね、そんなにたくさんよく当たり前かということで、はい、今回はそれをお送りしました。また何か新しいミニ出ましたらご登場よろしくお願いしますね、はい、ありがとうございます、はい、今回もゴーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございました、はい、ありがとうございました。